頼みがあるのだけど。ぬかるみくらいどうってことはないけれど、青臭い嫌な匂いだわ。理由は分かっている。あの人のせい。音楽家らしい言い様だわ。まゆりさん、白羽さん、どうしてここに？よかった。本当に沢に落ちていたらどうしようかと。ちょっと待って、白羽さんは私を探しに来てくれたの？そうよ。助けに来てくれて助かったよ。佐々木さんたちを探しに来たのはいいけど。まゆりさん、足が。木の根に足を取られて少しひねってしまってね。途中で雨には降られるし。とりあえず雨宿りしようと足を止めたら、途端に腫れてきてしまって往生していたんだ。少し腫れているわね。でも、折れてはいないみたい。よかったわ。うん。2、3日すれば、腫れは引くと思う。白羽さん、イチゴたちは？そのことなら大丈夫。佐々木さんたちならもう戻ったわ。彼女たちは4番のチェックポイントに行っていたのよ。そうだけど、なんで知っているの？出題者の小見角先輩から直接聞いたから、ここのチェックポイントへ向かったのじゃないかって思ったの。普通、クイズで不吉な数は、なんて問われたら、13番だと思うわよね。先生たちも13番へ探しに向かったし。そうか。小見角先輩が出したクイズを聞いていたから、隣にいた役員は13だと思った。だからそう言っていたのか。でも、佐々木さんたちは。素直に日本人的思考で4番だと思ったの。当然そこは正解じゃないから、探し回った挙句に雨に降られ、雨宿りしてから戻ってきた。そうだったのか。道理で行き違わないわけだ。ありがとう、白羽さん。でも、一つだけ質問があるんだ。何？出題が不吉な数なら、13番と4番を間違えることもあるかもしれない。あと、例えば苦しむに通じる9番とかね。でも、どうして白羽さんは17番のここが分かったんだい？そうか。白羽さんも小見角先輩に会ったんだね。
それで17番だと聞いて。いいえ、コミカド先輩には会っていないわ。もしかして私がストーカーだと思われているのかしら。あのね、勘違いしないでほしいの。なんでわかったのかはただの推理なの。推理？これじゃあ映画の筋通りだわ。あちらは骨折だったけどね。白羽さん？推理ね。理由は単純なのよ。まずクイズの出題、不吉な数というキーワードと、私が以前聞き逃していたコミカド先輩の謎解き、キリスト教徒が一番多い国はどこでしょうかという問題。以前合唱部で言われた問題ね。そう、私はあの時ぼんやりしていて聞き逃していたのだけど、あの後リッカさんから知っているって尋ねられたの。なんでって聞いたら、コミカド先輩の故郷がわかるからって。それで？答えはイタリアよ。ローマは最もカトリックが多い都市。つまりコミカド先輩のルーツはイタリアだということになるわ。あのね、カトリックが多いイタリアではおかしなことに意味数が13ではないの、17なのよ。ローマ数字で書くと普通に17となり、これを並び替えるとこうなるの。ラテン語でそのローマ数字を表す意味は、私は生きているの直接包含量になって、私は生きることを終えたという意味になるの。だからイタリア人は17を嫌う。そうか、コミカド先輩のルーツはイタリアにある。だからクイズの出題で不吉な数の答えを17とした。つい生まれた国でのことが口についたのよ。たまたま私は意味数のことを知っていたから、17番のチェックポイントを探しに来た。思いつきが正しくてよかったわ。少し神経質になっていたようだ。すまないね、白羽さん。いいの、逆の立場ならおかしいって思うもの。よかった、口を塞がれるのじゃないかと思ったよ。白羽さん。え？その話はやめない？ああ、違う。興味がないとか聞きたくないとかじゃなくて。私は、その、全部晒す必要はないっていうか、いや、知りたくないってことはないんだ。でも、その、そんなに辛い顔してまで話す必要はないと思うんだよ。人間一つくらい秘密にしたいことはある。私だって知られたら死んでしまいたいような秘密はあるよ。たまたま白羽さんの秘密に触れるような機会があったけれど、話してくれなくていいんだ。すべてを明かすことが正しいとは思えない。私はね、白羽さん。過去の白羽さんより今の白羽さんとの今を大切にしたい。何を抱えていようが、私のために知恵を絞って助けに来てくれる。そんなアミティエとの今を大切にしたいんだ。あゆりさん。
ないわ。そろそろ戻ろう。体が冷えてきたよ。肩を貸してくれるかい？ありがとう、スオさん。今。お返しだよ、スオさん。悪魔と青く深い海の間でという英語の慣用句がある。後がない、切羽詰まった状況に使われる表現だ。青い海に飛び込み身を投げてしまった女性、後ろには悪魔、前には青く深い海がという状況であれば、悪魔に食べられたくない女性は時として深い海の方が魅惑的に感じるという。どちらを選んでも救いはない。これから始まるのは優しい悪魔のささやきと絶望の海への選択、救いのない二つの問いに迫られる始まりのお話。